皆さん、こんにちは。前回は射出成型機の構造についてお話ししました。今回は射出成型機の種類についてです。射出成型機の射出や片締めに必要な動力源として代表的なものが電灯式と油圧式の2つあります。今回は両者を比較し、それぞれのメリットとデメリットを解説します。ぜひ最後まで見ていってください。まずは電動式射出成型機についてです。電動式はサーボモーターを用いて速度、圧力、位置などの動作を全て制御する仕組みです。電動式ではトグル式と直圧式の片締めに対応していますが、ほとんどトグル式が採用されています。電動式のメリット。電動式ではサーボモーターにより射出装置の制御が正確にできるため、成型品の寸法や形状を一定に保つことが可能になり、製品の成型精度が高くなります。これにより、油圧式ではできなかった高い精度が必要な作業が可能になります。必要な時に必要なだけモーターを駆動させるため、油圧式と比較して 40% から 50% 省エネできます。これにより、電気使用量が安くなる効果があります。そして油圧式と比較して低騒音です。また、4つ以上の独立したモーターにより、成型工程を並列進行させることができるため、成型サイクルの短縮ができ、生産性が上がります。電動式では、油不使用、冷却水を大幅に削減など、環境への影響が低減されます。また、衛生面でクリーンなため、食品容器や医療関係品に最適です。電動式のデメリット。サーボは設定されたことに忠実かつ素早く応答する動きができる制御機構のため、無理ができません。また、成型機の価格が油圧式と比較して高いです。さらには条件設定が難しいというデメリットもあります。次に、油圧式射出成型機についてです。油圧式は油を閉じ込めて、その圧力を離れた場所に伝えることで大きな力を出す仕組みです。これにはパスカルの定理が応用されており、古くから利用されている動力源です。油圧式では直圧式の片締めのみ対応しています。油圧式のメリット。油圧式は油を使用しており、油は圧縮性が少ないという特性があるため、高い圧力が生成可能です。また、電動式と比べて射出成型機の価格が安いです。油圧ならではの操作感覚があり、微調節などが可能なため、電動式と比べて条件設定の幅が広いです。油圧式のデメリット。電動式と比べて消費電力が大きく、音も大きいため、特に夜間は騒音が気になってしまいます。また、細かい制御が難しく、寸法が安定せずブレが生じるため、再現性に乏しいです。油は金属をもろくするため、砂糖油の温度管理や品質管理が必要です。また、油を使用するとオイル漏れのリスクもあり、危険な面も考えられます。オイル漏れにより機械が止まり、生産性も下がるというリスクも大きなデメリットでしょう。現在の射出成型機は消費電力の削減や再現性が高いという面から次第に油圧式から電動式へ移管しています。関東製作所で保有している射出成型機も電動式が多いです。ですが油圧ならではの操作感覚が必要な場合もあり、油圧式での成型条件を電動式に移管することができない成型品もあります。そのため電動式と油圧式のどちらが適切な方式であるかは射出成型の要件によって異なります。成型品の特性と照らし合わせて選択する必要があるでしょう。今回は射出成型機の種類についてお話ししました。次回は射出成型機の選定方法についてお話しします。画面左上の動画から引き続きご覧いただけますので、興味のある方はぜひご覧ください。ご視聴ありがとうございました。